まうありがとうございます、えー、令和6年11月の合資倉庫、2日でございますけれども、報酬させていただきました。雨の中、お参りをいただきまして、誠にありがとうございます。えー、今日今、ご披露させていただいた通り、11月は各教区のご奉公の 体制などを整える一、まあ、年の締めくくりグズう四世願ご奉公が一年間どうやってさせていただいたのか、まあ、これいやお同士のご訪問ではありませんけれども未来につながるような今の私たちのご奉公がこれから先の子どもたちこの世の中いろんな方々の 支え励みになるようにできたのかどうかこれ八尾同士は50年後っておっしゃってましたけれども50年後の世の中が良くなるような生き方ができるか <laughs> みんなあ逃げ切れる俺には関係ないなんて思うかもしれないですけれどもこれ八尾同士はそうおっしゃってました <laughs>、えー、あすごいなと <laughs> 確かにそういう視点で自分の命、えー、暮らし時間考えてみてもいいかなと。 いうふうにも思うんですけれども、いずれにしても11月はあーグズ星願の今年一年のご方向を振り返る大事なあ月でもありますし、同時に、えー、ご方向の体制をみんなで、えー、考えて整えていくう月でもあります。えー、月末、あ昨日あの教務会も,も長くしてたんですけれども、各教区のお本当に中身を ずっとこう見ていきますと大変だなぁと、えー、いろんな課題のある教区まあほとんどそれぞれ大変ですよね、えー、いつもお話してますけども「超少子高齢化あ多死社会」っていうのかな「多く死ぬ社会」って書きますけどもこの前も「ドラえもん」の方が亡くなりました「アンパンマン」なんとかが亡くなりました。えー なんかもう毎日「この人!」っていうような方が亡くなるというようなニュースがありますね。本当にあの多子社会長寿、えー、子高齢化人口減少お寺の中だってそうだなと思うんですけれどもそんな中、えー、各教区のご奉公の体制を整えるということはもう大変だと思います。えー、明神寺は一つの教区が 一つのお寺ぐらいですね、えー、お産係数が70とか100とかっていうわけですからあ一つのお寺ぐらいのことです。となると例えば教区長っていったらもう檀家総代事務局長ですねそれぞれに大変なあのご奉公が部長さんにも班長さんにもあると思いますけども、あのー、絶対に忘れちゃいけないのは本門物流衆というのは本門物流公 だったんですねご信者さんのものというかご信者さんの自意識のもとに、えー、生まれてるのが物流人誰かにこう言われたからやるとかあお寺の組織の一つみたいな感じではなくて私の私たちの教区であり私たちが物流なんだという自覚のもとに あ,のあるわけですねですからどうか、まあ、その点をあの忘れなきように、えー、みんなで、えー、ご奉公いただきたいと思います。えー、カトマンズう新会場お街道式、えー、11月の11日から行ってまいります、今、制御し、一生懸命、えー、頑張って準備をおしてくれています、ネパールのご信者さんたちが、えー、北上五時のご奉公で。 隅隅から隅をお掃除したり私,が私たちが行くくのを待ってくれてれいます今回はホテルも一切使わないでカトマンズの,その新会場新しくできる新会場とネパール別院あの大木塔のあるところにみんなでもう泊まるそのために2段ベッドを入れたり組み立てたり。 ご信者さんんんがみんな一生懸命そうしててくれてるんですねもう、あのここから先は皆さんも、えー、ネパールに,に、ネパールに行く機会があったらってなかなかないですけれども、えー、ネパールに行ったらもうお寺に泊まれますので、えー、そんなふうにご奉公していただけたらありがたい、まあ、とにかく、改、え、造、ー、式に、キ、ま、ラ、あの正月御命日も11月16日、法要を務めさせていただきます。 えー、無事にご奉公ができるように、なんかもう僕がポンコツで、えー、あっち転んだり、あっちがだめになったり、こっちがだめになったりしてますけども、まあ、それこそ50年後のお明神寺、50年後のお本門物流集、あるいは50年後の世界のために、えー、役に立つようなあ11月、今月も今もご奉公させていただきたいと思いますよろししくお願い申し上げます。 ではご教科を拝見させていただきますご教科に盛りかと思えば今朝は散り染め昨日は知らず変わる世の中盛りかと思えば今朝は散り染めぬ昨日は知らず変わる世の中 物流街道日銭商人お示しのご教科でございます、えー、桜の花でしょうか、えー、お例えいただきながら盛り今が絶頂期絶好調今が素晴らしいと思ったらう今朝になったら全部散っちゃってたと 昨日今日明日わからないものだな昨日は素晴らしかったのに今日は違うどんどん変わっていくつまり世の無常を教えていただくご教科ですね無常だからこそ確かな道を歩まなければならない歩める功徳の道を歩まなければならない 歩めるそれこそご新人だと、新人を大事に、本物の物流新人を素直正直に実践することが大事とお示しのご教科でございます。再開いたしますと、盛りかと思えば今朝は散り染める、昨日は知らず変わる世の中、ご教科に恩題がございます。 真実の楽しみは無情を知るにあり真実の楽しみは無情を知るにありうんぬんかようにお示しえっと思いますね。本当の楽しみ本当の楽本当の幸せ本当に幸せなことは無情を知ることだって。 無情を知る中に本当の楽しみ幸せがあるちょっと待ってくれと無情ですよ無情を語る無情を見る無情を知る無情を目の当たりにするっていうのは嫌なことじゃないですか嫌なことですよね寂しいことですよなるべく避けたい目をそらしたい 無情ですからでもそうじゃないっておっしゃってるんです。無情を知ることが幸せの秘訣だ本当の楽しみだなぜか真実だからです。真実を目見ず、真実から目をそらしていて、幸せはないですよね。 幻で喜んでると薄い氷の上でダンスを楽しんでるとそんなバカなことないです。無情を知らないままですと大事な生き方ができないでしょう大切な時間の過ごし方ができないでしょう大事な大事な命なのに一生なのに見過ごして おごっっててて高ぶって空回りして無意味な生き方シャボン玉のように消えてなくなるような人生ではもったいないから無情を知るということが本当の楽しみだだから真実の楽しみは無情を知るにありとお示ししてこのご教科がある「盛りかと思えば今朝は散り染めぬ」。 機能は知らず変わる世の中いかがでしょうか。まあそうだなと、えー。この10月には選挙がありました。もうあれよあれよという間に、えー、自民党の総裁選挙があって、えー、新しい総理大臣が生まれましたと言って、まあ、びっくりしましたけども、まあ、いきなり衆議院選挙もあって終わってみたら 与党が大きく議席を減らして野党が躍進したという、本文物流集は政治的な活動というのはいたしませんけれども、今回の選挙を見てて、いや、世の中って変わるなと、ついこの前まで一強って言って、もうむちゃくちゃ強い与党、もう誰もかなわない敵なしだと、圧倒的に強力で、 指示も固いでもそこにおごりがあって裏金とか不記載とか言われるいい加減な会計処理がありましたとか後ろ側裏側で新興、えー、宗教というかカルト教団外国の宗教団体が票を操ってましたとか。 数百円の泥棒で捕まる方が貧しくて苦しくてコンビニエンスストアで泥棒しましたという方が捕まってで何千万もらってた人がお咎がめがないと申告してないだけだった不記載だったもう変化が起こらないわけがないんですけれどもみんな無情を知らないおごって高ぶって 慢心してダメになると「盛かりかと思えば今朝は散り染めぬ昨日は知らず変わる世の中分かってるはずなのに知ってるのに知らないそんなことを繰り返す」「平家物語の『祇園少女の鐘の声諸行無常の響きあり皿僧寿の花の色少女 成者必須の理を表す溺れる人も久しからずただ春の夜の夢のごとし高き者もついには滅びぬひとえに風の前の塵に同じともう本当に小学生の頃国語かなんかで勉強した「平家物語」「祇園庄者」「仏教の」の、えー、御仏の お寺のタイトルから始まるこの「祇園庄者の鐘の声」と何度も何度も歴史は繰り返してるのにつくづく無情を忘れておごって滅びて変わって嘆いてるだから無情を忘れずに功徳の道を歩もうということが大事ですと。人間は 老いてて病気になって死ぬ何歳まで生きたって言っても振り返ってみればもう誤差ぐらいいの違いですねあの人は若かったねとかあの人長生きだねって言っても何年か経って振り返ったら誤差みたいなもんですよ結局はその人は何をしたんでしょうかどんな方だっただろうか必ず人生は何をしたかつまり 功徳の道を歩みましょうとみんなで。ご奉公をさせていただく中に功徳を積む中に。やっぱり。無常の身の上を永遠にする。ことができると。えー、今月はついに。ブラジルダンさんの募集が。始まりました。三十。三万円と関西空港からは。三十四万何千円、えー。関東の成田空港からは。 33万円のご案内が昨日務本庁から届きましたぜひ、えー、ご参加いただければありがたいな参加したい方は伊藤局長まで耳打ちをしていただきたい私ブラジル行きたいです言ったら伊藤局長から手厚く情報があもらえるということになってますけれども「日白商人」「日白商人明神寺の初代ご住職」 えー、そのご奉公は皆さんご存知だと思いますけれども知らないこともあると思います。日白迫承認は若くしてご宣言になられましたけども、まあ、本当にその無情っていうのを知ってでも大事な大事なご奉公をしてくれたからこそ今の明神寺が今のブラジルだってや初代海外部長と言われてる日白迫承認はこれ両同士がいつもおっしゃいます。僕はあの海外部長しましまたけども 初代の本門物流集の海外部長は、日白商人ですよ、これ、やお同しいつもおっしゃいますね。今のブラジルがある今から69年前、1955年に、日白商人はブラジルに行って、コーヒーの壺を書か,かれました明神寺が出版した本ですよ、そこにこんなふうにあります、2本のレール、2つの目っていうの,2本のレール2つの目 日本と歌を歌を読むのが日白賞に好きなんですよ五七五七七で「日本とブラジル国の2つなる命結びて世界輝け」こういう歌を読んでおられる69年後、まあ、70年目に中央寺院ブラジルでは南米最大のお寺が建つ明神寺はカトマンズに新海場 作る。日本とブラジル国の二つなる命結びて世界輝ける、二十四日、ちょっと、日白勝利のちょっと文章を読ませていただきます二十四日、朝六時半に起き、最後のお換金をさせていただいた、これはブラジルから帰る時なんです、六十九年前、帰る日の朝です。十時半にアルモサ朝食をい,ただいて。 長い間、自分の家のように気ままに振る舞い、お世話になった堀越正輝氏宅を後に、自動車3台でサンパウロ、今後には飛行場へ向かった。はや飛行,飛行場センターの会場には、300人からの内外人の見送りの人が集まっている、そこで最後のご挨拶皆さん、2本のレールの上を汽車が走ります。 日本の電線が一つになったときに電灯が灯ります。二つの目が開いていて、一つのものを正しく見ることができます。男、女の二つの命が結ばれて人生は輝きます。皆さん、日本とブラジルの二本のレールの上を、世界平和の建設列車を走らせようではありませんか。日本とブラジルという二本の電線を一つに結び、 世界を照らす灯火を灯そうではありませんか北半球の日本の目と、南半球のブラジルの目と、この二つの目で、今日の、そして明日の世界の正しき道、正しき信仰を知って、正しくそして幸せの道を前進しようではありませんか日本の命と、ブラジルの命と、正しい信仰の上で一つに結び、 世界弱高度の建設をしようではありませんか。では、全ブラジルの皆さん、さよなら。八国在住の全日本人60万の皆さん、お元気で、物流信徒、薬中幹部の皆さん、という、えー、挨拶をしたということが知る、69年前僕もこれ以上おうしも生まれてないです。生まれてない。で日白商人は、えー 年年後に12年後ににくなりますこのスピーチから12年後にもうわずか12年後に死んでしまうこの世からいなくなっちゃうだけどこのメッセージはこのご奉公は永遠に受け継がれておぎゃーとこれやお同士も生まれておぎゃーと僕も生まれて北半球南半球巡り合ってご奉公を重ねながらずーっと。 でしかもこの文書の直前にはね、日白商人がサンパウロに中央寺院を建てなきゃだめだというお話をずっとされた、その時は反対されるんです、ブラジルの方々にも。賛同してもらえない。でも建てるべきだよ、えー、また五七五七七で日白商人が読んでる、サンパウロに神事建立海峡庁。 そう当館ありて指揮を取るべし歌まで作って69年前にサンパウロにお寺を建てなきゃだめなんだと今こそそれをやりなさいと言ってできなかったでもできたんですよその後十15年後ぐらいにサンパウロに本当に中央寺院が立ちましたそこからはるか69年後には全く七十年後ですね全く新しい中央寺院が今サンパウロに 南米最大のお寺が建とうとしている何が言いたいかと世の中無情を知らないでおごって高ぶってすってんころりんしてああむなしいなああこんなはずじゃなかったなっていう人たちがいる無情を知って自分の命が本当にはかないことを知ってでも大事なご奉公をカツカツカツコツ積み上げてそれが自然と誰かに受け継がれてご利益となって現れて。 大きなお計らい大きなごくず発展として出来上がっていくこともあるどっちの道を僕らは選ぶだろう自分の家庭の中であるいはお仕事の中でもね無常を知って積み重ねて成功するのか無常を知らないでなんかちょっと調子に乗っちゃって信頼を失ってすってんころりにして結局あれだけ頑張ったのに何も残ってないっていう人生になるのかどっちなんだと。 皆道聖人のご指南をいただきますと、このご教科を書き添えのご指南をいただきますと、世の無常なることを知りて、心楽しく信行すべし、世の無常なることを知りて、心楽しく信行すべし、うんぬかようにお示しです。無常を知ることが本当の楽しみ。 いいつ死ぬかかわらないもうあと何年後日白商人のようにご奉公してから12年後でしたいやいやもっと早い5年後でしたいやもっと早い3年後ですいや1年後です1年後にはいないかもしれないいやいやもう何ヶ月後ですとかわからないです凡夫は自分の死ぬ死ぬ日を知らずこれもご指南にあります。 だけど無常を知って今日も価値のある命の使い方はできる無常だからこそこれは今日やらなきゃなこれはしとこう苦功徳になる道本当に功徳になる道さえ歩めておけば永遠ですよ。功徳はこれ堅牢火にも焼,けず焼かれず水にも漂わないと。 必ずお計らいとして残っていくんですよ家族の中にもあるいは教区や部の中藩の中お寺の中世界中のだってブラジルと日本でもこんなに今絆が深まって二つの目で日本のレールのように世界の平和を語りましょうと世界中で御仏の教えが花開いていくようにしましょうとブラジルのご信人 これやお同士の息子のこれや成行士が今ネパールで頑張ってるブッダが生まれた国で見事けの教えを再び再興していこうと全部つながってきますよ不思議な不思議なご縁でだから何年生きたとか何十年長生きだねだけではなくてどう生きたか功徳の 道の中で命を使うことが大事、無情だからこそ、確かな功徳の道をみんなで歩んでいきましょうと、どうか、えー、今月ももう本当に二度とない令和6年11月、みんなで功徳を積み重ねて、ご利益を頂戴していくことが、必ずご利益は現れる、ご利益になる、ご利益を頂戴していくことが大事、大切、ご新人を大切に、本物の物流新人を素直正直に。 実践すする大事をお示しのごご教科でございますさればご教科に「盛りかと思えば今朝は散り染め昨日は知らず変わる世の中」「本門八本書見上行書店本人下手の南無明法蓮華経南無明法蓮華